はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ダークロードを使ってプレイします。いかちいでしょこのスキン。今回はですね、この新しいリフトで実装されたダークロードのレジェンダリースキンが、まあ、特殊メメント盛りなんで、ちょっと実際に見ていきたいと思います。なんか見えるな。までーい。はい、早速いましたね。降りてった。こっちから。いや、惜しい。炎の柱一本分惜しい。えい、こっちをかけます。はいはいはい。待てー、ちゃんと後ろ見てる。いいよ。はい、オッケー。はい、ということで、このダークロードの新しいスキンが、あのレジェンダリースキンで、まあ、あの結構レアリティが相当高いやつで、かつあの特殊メメント盛り仕様なので、このスキンを着てメメント盛りを行った場合、普通のメメント盛りじゃない特殊な演出になります。はい、なので今回メメント盛り持ってきました。オファリング、釣り交換はしないと。いい、よいしょ、届かね。はい。え、ここに行く。いいよ。はい、オッケー。なんかフィニッシュ盛りがどうこうで、メメント盛りのオファリングが使えなくなる、ね、効果が変わるとかっていろいろ PTB ではあったんですけど、結局ね元に戻りまして、糸杉のメメント盛りっていうアンコモンのメメ盛りは消えたんだけど、レアのメメント盛りとウルトラレアのメメント盛りはそのまま使えるんで、今まで見たくねメメ盛り見せたいよって時は全然これで見せれちゃうんで。いるね。おい。オッケー。斬新の戦術強くなったな。マジで斬新の戦術強くなったな。うわうん、お、壊したね。じゃあここも足だぞ。いるな。こっから行こう。錯覚するでしょ。あ、いや、でも騙されてない。いいよ、あっちで見てたんだちゃんと。スイーンで残しといた板に飛ぶと。ね、ダークロードはね板残しておくっていう選択肢も全然ありだからね。はい、でこの人リーチだから持ってければメメ盛りがもう早速見れます。はい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 、はい。で、今までは、映えを意識して、別の場所にね、持ってったりしたんだけど、そこもね、仕様が変わって、はい。どうですか、これが、特殊メメント盛りです。かっけえ。これがね、もう新しいリフトで実装された、
このダークロードのレジェンダリースキンの真の姿ってやつ着るとこうなると、はい、で着るカメラがね、メメントモリのカメラがね、さっきみたいなあの狭いところでもちゃんと映るようになったんで相当いいですよね。わざわざ別の場所に運んでね倍意識してね、やんなくてもいいと。おくおー、方向転換された。はい、オッケー。ここはまあちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あそこは強板だから壊したいね。いいよ、ここは壊すと。はい、で持ち上げて、はい、でこのダークロードが、まあ、実装されるにあたって、まあ、これあの悪魔城ドラキュラというね、まあ、あの有名な作品とのコラボのキラーになるんですけれども、まあ、僕ね原作をねちょっとね予習しとこうってことでやったんですけども、非常に面白かったんですよ。僕がやったのはあの月下の野草局ってやつなんだけど、落ちてったこれ、いや落ちてねえな。月下の野草局ってやつやったんですけど、このねダークロードがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。ドラキュラ伯爵っていう名前で出てくるんだけど、今回の学術書とかリフトの中身がちゃんとあの悪魔城ドラキュラとのコラボの内容になってるから、原作ファンからしたら結構嬉しいんじゃないかなって。よー、蹴っとっか。面白かったもんな原作マジで、まあ、かなり有名な作品なんでね、やったことある人もたくさんいると思うんだけど、俺がやった作品はこの姿になってなかったんじゃないかな多分だけど。あれどっか行ってる、すーん、いたいたいた。オッケー。悪魔城ドラキュラシリーズってめちゃめちゃあって、ね、大体がそのほとんどのボスがそのドラキュラ伯爵なんで、なんか違うのいたわ。あれ？え？なんか違うのいたわ。多分なんかのシリーズでこの姿になるんだろうね、この真の姿ってやつ。おい、どこ行ったんだろう。はい、で助け行ってる、これは行ってますね。おい、いやコウモリ強いね、使いやすい。はい、どっこい、ほい、んーこっち来る読みだったんだけどな、こっち行ったか、こっち行ったか、あれいないね。はい、ワープ。あ、いた、戻ったんだね、なるほど。はい、オッケー。でこの人リーチよね、オッケー、いけー、かっけー、いいねす。いや、このスキンでけえな、マジで。イタグルは弱いだろうね、正直。こんだけでかかったら。まあ、もともとドラキュラ、ダークロード自体でけえんだけど、このスキンつけると、より一層目立つから。
遮蔽物越しにもね見えるだろうね。いいよ。はい、オッケー。ね、ちょっと話戻るけど、学術書、高価な学術書ね、ドラキュラシリー、ドラキュラ、悪魔城ドラキュラシリーズのね、キャラのスキンとかいっぱいあるからね。ほい。ほいよ。なんかいる！なあ、惜しい！惜しい。あ、右にセーブルいたわ。いいよ。これ、あ、通るんだ。いや、ちゃんと狙えばよかったな。この高さは通るんだ。テロリロリン、テロリロリン、テロリロリン。あれ、回してない。回してない。どっか行ったな。どっか行ったままだな。いいねー、斬新の戦術、いいねー。斬新の戦術、いいねー。はい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 。えい、オーケー、さあ行きます。かっけーなー。毎回特殊メメモリの動画撮るとき言ってるけど、やっぱ特殊メメントモリってマジでいいな。じゃんじゃん増えてほしいね。さあ、ハチどこかな。お、ラッキー、プープーだわ。さあ、このゲート守るの大変なんじゃない。守るのは大変だけど、やっていけるかも。これこっち側だと思うんだけどね。最後はついてましたの、こっちだったから。まあ、例のごとくここは早くやろうな。いませんね。いませんね。いた。めっけたー。待てー、待てー、待て。まあどの道もこっちの勝ちは揺るがないけど。おお、届くんだ。はい、オッケー。で、しかもフィニッシュ盛りができると。はい、これウルレアのメメ盛りの対象の人じゃなかったんだけどね。いい、あ、すごいキルカメラが。あ、いいね、フィニッシュ盛り。はい、てな感じで、いかがだったでしょうか。今日は、デッドバイデイライトのバージョン 8.3.0、まあ、新しい学術書のリフトで、追加されたこのダークロードのレジェンダリースキン、真の姿っていう、スキンの、特殊メメモリーね、お見せしたんですけれども、これ着てる時だけダークロードの、メメントモリが変わるっていう、ノーティーベアとかとね、同じ感じの、非常に珍しいスキンとなってまして、めちゃくちゃメメントモリかっこいいですね。はい。これ今回のリフトの、なんか70ぐらいで手に入るんで、頑張ってください。僕課金したけど、結構先にあるんで、頑張って学術を進めないとね、手に入らないんで、頑張ってください、皆さん。はい、てな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。